はい、アビリーさん、アンサー動画を撮らせていただきます。まあ、英語教育のことについて語られていたのと、まあ、自分のことね、ご自身のことを振り返っての教育ってものを話されていましたけども、英語に関しては私はですね、二つに分類してるんですよ。一つはですね、思考のために言語があるのか、伝えるために言語があるのかってことですよね。で、伝えるための言語と、それから考えるための、思考のための言語っていうのをこう分けてやるときにですね、まあ、幼い頃に英語教育に触れさせるっていうのも大変な、大切なんですけども、まずは、その自分が頭の中で考える との言語は何かなと、うん、やっぱり多くの方ね日本語で考えると思うんですよ。そして伝達する時にその考えた結果を英語にね こうトランス例ととしてでお伝えすると思うんですよ、ね、そういうふうな段取りを踏むのかそれとも思考ですら英語でするのかってことですよねそこに鑑みた時にまずやっぱり私たちはね普段日本語に囲まれてますんで日本語で思考するってことのトレーニングをしてその後で伝達の言語を学ぶべきかなとか思うんですよね、まあ、これは、まあ、いろんな考え方があると思うんですし私もねこれをね本当に正しいのかどうか分かりませんただやっぱりこれから私が生まれてくる子供に対してするのは英語を教育としてするよりも日常 生活の中で普段から身につくようなライフスタイルを置くってことが大事かなと思いますので本末転倒にならないように適度にですね英語に触れさせていく機会を持とうかなと思ってますまあその他の教育もそうですよね勉強としてやるんではなくて学問としてやるんではなくて生活ライフスタイルとしてやっぱりね数学なり英語なり投資っていうのを入れていくってことが私は求められるのかなと思いますんで例えばお小遣いもですねあの月であげるんじゃなくて年間であげるとか10年間であげるみたいなスパンで,で仕事ビジネスを教えていく って形にしていこうかなと思いますし、その中でね、えー、まあ、お金持ってるお金に対して。 えー、自分が、私がね、海外旅行に連れて行ったりとか、いろんなところに連れて行くんではなくて、まだ本人で行くことを尊重しようかと思うんですよ。で、本人で行けない条件があったら、まあ親が同行するみたいな感じで、あくまで親が主導ではなくて、親が付録っていう考え方をね、やっていこうかなと思うんですけどもね、まあこの辺もこれからいろいろと考えていければいいかなと思います。えっ、ー、と、あ、安部さんすごいですね、3日前に、N 国党リエモン第5正直者がバカを見ない時代え <laughs> こういうのがいいんですよ。あタイトル結構上手ですね。 はい、素晴らしいと思います。このね、サムネイルもいいですね。え阿、ー、部さん、サムネイルとタイトルの付け方、センスありますよ、うん。これは素晴らしいと思います。この調子でやってみてください。それでは、失礼します。